ドイツのレースではドイツにおけるレースの歴史についてもべる。16世紀末以降、ドイツでは食器で折ったレースの一種を生産していたことが知られている。アウスブルク、ニュルンベルク、フランクフルト、ストラスブールなどで印刷されたパターンブックによりドイツの室内装飾家がレースに関心が高かったことがわかる。1583年に ストラスブールで出版されたベンハルトヨービンの本や1597年にニュルンベルクで出版されたヨハン・ジープ・マヒャーの本はイタリアで出版された本のライバルとして著名であった17世紀の商人の在庫目録によりレースが産業としてある程度成功していたことも明らかである17世紀のレースの実例はニュルンベルクのゲルマン国立博物館に収蔵されている バルトロメオ・ダニエリのパターンブックからの借用やボアンド、ブニーズに似せたレースモチーフを印刷したドイツ製織物も残っている。18世紀にはドレスデンやライプツヒでレースを模した白いと刺繍が作られるようになり高い評価を受けた。フランスやベルギーでも模倣された。19世紀にはレース産業は急速に拡大した。1860年に機械レースが ザクセン地方のプラウエンに紹介され、急速に発展した。1867年のパリ万国博覧会では、低価格によるレース競争が起きた。そのため、ザクセン地方では、あらゆる種類のレースを作った。ドレスデンでは、美しい種類のレースを複製し豪華なレースを作った。1871年のフェリックス・オブリの報告によると、すべての製作所の指導は、 ベルギーのレース校が行っていた。1883年ケミカルレースがドイツで開発された。この技術は後にスイスのザンクトガレン地方業者による改良を経てレリーフのあるすべてのレースの大量生産につながった。20世紀初頭にはドイツの主要都市にはレース教習所が作られていた。レニマ隊はボビンレースにバウハウススタイルを適用したことで著名であった。 彼女は1981年に108歳で亡くなるまで線の表現にこだわり続けた。機械レースがあらゆる種類のレースを生産し、手作りのレースは植民地で生産されるようになった。プラウエンの業者はモダンスタイルでの需要に適応して生産した。手作りのレースが植民地での生産に移行したことに加え、第二次世界大戦の影響により、 ヨーロッパ全土の手作りレースはほとんど耐えた。手作りのレースは趣味として生き残っている。1949年、シュバルムシュタットの追源範囲に設立されたシュバル無博物館にはカラフルな民族衣装、トラハトと共にこの地方を世界的に有名にした精巧な白い刺繍が展示されている。これらの刺繍の技法が今日まで伝承されたのは アレキサンドラ・ティールマンとテクラ・ゴムベルトの二人の女性の働きによる。ティールマンはビリングハウゼに刺繍工房を設立し、伝統的デザイン画を収集し、富裕層の女性の好みに合うように発展させた。ゴムベルトはスイスのザンクトガレンで修行し、1941年にこの地に住み着いた。技術や理論に卓越し、91歳まで作品を 作り続けた彼女の作品はシュバルム博物館2階のゴムベルトの部屋に多数展示されている。ありがとうございます。